チャオあっちゃんです。今日は、みきちゃんとの恋バナ、第3弾、みきちゃんとの初対面編第3弾、お送りしたいと思います。第3弾来てみきちゃんが初めてあっちゃん家に来て、2日目はお家でずっと話してて、3日目は、お出かけ、初のお出かけしたのね。でみきちゃんに奈良へ来たから、初めて奈良じゃないね、みきちゃんはあれで来た、修学旅行で奈良へは来てんでね、高校の時にね、だからその時に、奈良へ来てんけど、奈良で熱出したらしいねんね。で奈良で熱出て、みきちゃん結構霊感あるからね、奈良は結構ね、いろんなものがあるから、なんかすごく頭痛と熱が疲れて、熱なんか、倒れててんて。である程度奈良公園とか行ってんけど、あんまり記憶がないって。でも記憶がないねんけど、すっごい奈良のことが好きやって、いつか奈良に行きたいってずっと思ってたらしいね。そうやって、奈良のことをね、ずっと思ってくれてて、それ以降奈良に来る機会がなく、東北から奈良までね800キロ離れてるんで、なかなか来る機会ないしね、わざわざね奈良観光に行こうかっていうほどのところじゃなくね、遠いところなんでね、だから来れへんかってん言って、でも来たかってん言って話してて、じゃあどこ行きたいって話したよ。奈良だから修学旅行のリベンジしようかって、奈良公園から、だいたい修学旅行生が行くところ、ぐるっと回ってあげるよって言ったら、ってどこ行きたいって言った。あっちゃんがいつもね、行ってるところに行きたいって。あっちゃんさ、行くところって友達とゲーセン行ったりね、あとその辺のショッピングセンター、あの頃はジャスコがあったね、ジャスコがあったり、まだイオンモールとかもなかったからジャスコあったりとかね、スーパー行ったりとか、そんな感じかなって言って話したら、じゃあそこへ連れて行ってって言うから、じゃあいつも行くゲーセン行こうかって言って、で、でその時はね、なんでそんなとこ行けないかわからへんかったよ。まあそんな感じでね、お話して朝から、ちょっとお話しして、またベタベタしててね、ラブラブしてたね。でじゃあ出かけようかって言って、でお昼前、お昼ちょっと前に、お昼じゃあね、奈良のもんじゃないけど、みきちゃんに食べさせたいもんがあんねんって言って、みきちゃんラーメン好きって言ったら、って言って、でこってり系とかいけるって、ってニンニクいける好きって、で、じゃあ行こうかって言って天一連れて行った。やっぱ天一って今でこそね、結構あっちこっちに支店があるけど、まっちゃんがね、みきちゃんと出会った頃はまだね、天一は、京都が本店やねんけど、奈良にも何店 ?4 店とか5店とかしかなかったんよ。まだ少ない。でもちろんね、奈良から離れて、いろんななかったんだから、もう多分ね、近畿以外なかったかな。その後パタパタとできたんよ。外国にもできたし、東京にもできて、今郡山にもできたんちゃうかな、福島の方にもね。なんかそれぐらいね、全国にもできてきてるけど、昔、あっちゃんとみきちゃんでやった頃はなかったから、じゃあ天一でお昼食べよって言って、でこってりとあっさりどっちがいいって、あっちゃんがいつも食べてんのが食べたいって言うから、もう任せでいいって言った。じゃあネギ食べられるって、大好きって言うから、だからあっちゃんと味覚も違っても、あっちゃんが出るものを食べたいって言うから、分かったよって、同じの注文しようって、あっちゃんいつも注文するとおりね、こってり、にんにく、ネギ多め、はい、ね、それ注文した、で来て、ね、みきちゃんチャーシュー好きって言ったら、大好きって言うから、じゃあチャーシュー乗せようか言って、チャーシュー乗せて、北方ラーメン、福島の北方ラーメンは、ね、濃厚なチャーシューが乗ってるからね、だからあっちゃんいつもね、チャーシューは増さへんねんけども、みきちゃん好きそうやったから、チャーシュー乗せようか言って、チャーシュー乗せて食べて、でラーメンバー一口食べた瞬間、みきちゃんもみたいな顔して、合わへんやろって言った、めちゃくちゃ美味しいって言うから、みきちゃんの口にあったみたいで、結構ね、天一こってりは好き嫌い分かれんねん、だからどうかなと思っててんけどね、美味しい言ってくれた、あっちゃんいつもこんなん食べてんのって言うから、そうやれって言って、いいなって、じゃああっちゃんとこに嫁いだらいつも食べられるんだねって言ってくれるから、それでって言って話してて、で一緒に食べて、で、その時はね、普通盛り食べて、
てね、うん、もちろん大盛りなんてあっちゃん食べられへんから、うん、でそれ食べて、でみきちゃんもそんな、ね、あっちゃんと同じぐらいあんまり大食いじゃないから、うん、で俺足りひんかったらチャーシューじゃチャーハンも美味しいから、うん、餃子一緒に取るからね、餃子と一緒に取ってんけど、うん、チャーハンとか取ってももう食べられない、無理無理って言って、うん、じゃあ食も同じぐらいやねーいう話で、うん、みきちゃんね、拒食症ストレスでね拒食になったり過食を落としたりとかね、もうすごいねバランス悪かった子やってんけども、うん、あっちゃんとねチャットするようになってから、毎朝ちゃんと食べてるよって、毎昼も食べてるって、夜も飲んで、うん、お酒も飲むのもやめたって、うん、言ってくれて、であっちゃんのためにあっちゃんに会ってね、でもうね早く命落としたいと思って頑張って、無理なことしてきたけどもうしないって約束してくれたからね。でそれでね、あっちゃんに会う前はね30何キロやったん、体重34キロか5キロかやったんけど、会った時に39キロまで増やしてきてくれて、うん、で今39キロなんだっていう話で、ね、まあそんなんで39キロちょっとふっくらしてたけどもね、写真ね送ってた時は結構もう細かった、うん、でその前ねちょっとぽっちゃりしてた頃もあってんけどね、そんな写真もまあ見せてはもらってんけども、うんうん、まあまあちょっとふっくらしてきて、うん、よかったねって言って話してて、それでまあ食べてて、さあ食べ終わって、じゃあ次どこ行きたいって言ったら、あっちゃんがいつも行ってるとこ行きたいって言うから、じゃあゲーセン行こうかって、うんって言って、なんでそんなんしたいのって言ったら、あっちゃんとこに嫁いできたら、あっちゃんと日曜日お出かけするところに一緒に行きたいって、だから嫁いできた時の気分になりたいって言うからなんかいつもゲーセン行ってるみたいなイメージになっちゃってさまあいいやと思ってゲーセン行こうか言って、パッて立ち上がって、なんだお勘定表を持ってパッてレジ降りて、バッグ見たらないのよ、お財布が忘れてきたよ、もうパニック、ミキごめんお財布持ってくの忘れたちょっと取り替えるから店の人にちょっと謝るわ、店の人もなんかクスクス笑ってたけど、ミキちゃんが、うん、私持ってるから払っとくって、いや初めて会った人とか初めて出会って初めてご飯をおごるのにそれはないって言って、初めてじゃないけどね、帰り道にガストで食べてるけど、うん、いやそれはないって言って、うん、でも昨日ねって晩ご飯ガストで、ね、私出すって言ったのにって言ったら、あっちゃんが全部払ってくれたやんって、じゃあ割り勘でって言ったら割り勘も取ってくれへんだやん、まあ当たり前やんか、そんなこっち来てもらってんねんからって言って、うん、って言ったら、でも今日もだから今日は私に出させてって、いやでも後で返すからって言ったら、何水臭いこと言ってんのって、もう夫婦でしょって言われて、まあそやなって言って、お財布も一つやもんなって、だから私のお財布の中身もあなたのよって、だからあなたのお財布も私が使っちゃうことになるから、これからねっていろいろやっぱり物入りもあるし、もし子供が生まれたりしてもねっていう感じで、まあそれもレジでそんなごちゃごちゃ言うたらね店の人も困るから、それは後の話だけど、レジでまあみきちゃんにごめんねって後で返すからって言ってラーメン代払ってもらったんよ、千いくらでごめんね言って、で車に戻ってそんな話してた、ごめんほんまごめん言ったら、いやそんなんじゃないよ言って、うん、生きてさ生きて出すわ言うてお金をね、まあ、その前にね行く前からケチついてて、さあ行こうか言って、うん、家降りてきてね、ガレージでポルシェのエンジンかけたら、クチンクチン、やっちゃったみたいな、ポルシェねキーパパパンって抜いて、国産の車とか、まあ、ポルシェって他の車もそうやねんけど、大体パパパンって切って抜くとこあるでしょ、が一番終わりでしょ、ちゃうねんポルシェその向こうにランプつくとこがね、そこまで行ってもうたんよ、やってもうたみたいなね、うん、で朝からかからへんかって、アコード乗って行ってね、アコードと2台持ってたから、その頃ねちょっと派手なアコードね、レーシングカーと同じカラーリングしてた、赤き白に塗ってウィングつけてホイール白いね18インチのでっかいに入れて、ブレーキでっかいに入れて、ね、もうド派手な車にしててね、エアロパーツで前これぐらいだから、もう立体駐車場なんか登れへん車やし、足回りはね特注のレーサー車だったから、ガッチンガチンに硬い車ね、でバケットシートに2脚つけて、バケットってこうはまり込むレースカーみたいなシートね、それ2脚つけて乗り心地のクソ悪い車に乗ってたんで、ね、それで行こうかって、いいよって、うん、ごめんなこんな派手な車でって言ったら、うんうん、みきちゃんはあっちゃんが乗ってる車やったら何でもいいの言って、うん、だからね、うん、まあ、そんな感じに、うん、みきちゃんは何でもこう合わせてくれるいい子やってね、うん、
まあ、その車でね行って妻が喋ってて、でその後ねゲーセン行こう、でもお金ないやんだからごめんミキ、お家お財布団に帰るからって言った、うん、一緒にゲーセンとかも行きたいからって、いやあかんよ、もうこれ以上ミキのお財布から出さすわけにいかへんって言ったら、いいのって私が、出したいのって言うから、じゃあ行こうか言ってゲーセン行ってゲームして、でね、ね、あ、こう、ゲーセンの裏もう今なくなってんけどね、ゲーセンの裏にジャスコがあって、そこジャスコ行って、でそこで、ね、なんかいろいろ買って、で食材、晩の食材買ったりね、うん、したりでして帰ってきた、うん、で初日ちゃうわ、1、2の3日目、ね、そんな感じやってね、でまた家でね、その後ご飯作ってくれて、晩ご飯作ってくれて、でベタ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 しながら、また晩ご飯はねお父ちゃんとお母ちゃん来て一緒に食べて、ミキちゃんの料理おいしいなー言って、お父ちゃんもお母ちゃんも、うん、言ってくれて、うん、やっぱりその味付けがやっぱ奈良と福島違うからな、ミキちゃんは合わへんのが心配やとは言うとってんけど、うん、でもおいしいよ言ってくれたから嬉しい言って、でミキちゃんすごい喜んどって、でお父ちゃんお母ちゃんもそうやってね気ぃ使うて、ある程度ご飯食べたら早うもむく帰ってくれたから、夜はねまたずっと喋っとってんけど、さんって私この奈良へ嫁いできて、うん、奈良のねお父さんお母さん受け入れてくれるかなって言うから、心配ないやろって、今日もおいしい言ってたしって、うん、あんなね晩ご飯食べながら笑顔で食べることないって、大体もう来て、うん、ご飯食べてテレビ見て寝転んで、うん、って帰るだけなのに、めっちゃ喋ってたやんって、お父ちゃんもお母ちゃんもね、うん、あんなことめったにないから言って、喜んでるよ言って、うん、そんな感じでね、みきちゃんも喜んでくれてて、ね、で翌日どっか行こうかっていう話になってね、うん、うん、どこでもいいよってまたみきちゃん言ったら、うん、あっちゃんレースしとったからね、なんか鈴鹿サーキット行きたいって言うから、いいよって、で鈴鹿サーキットじゃ、うん、あっちゃんレースだから鈴鹿サーキットにも行きたいっていう話あって、でもあっちゃんとデートがしたい、遊園地とか映画とかショッピングとか、そんな、心はね中学生小学生の頃に固まった、もう頭の中はねもう子供な2人だからね、うん、遊園地でもう騒いだりとか乗り物乗りたいって、でもあっちゃんが働いてちょっとレースとかしてたからサーキット見たいって言うから、じゃあ鈴鹿サーキットやったら両方あるやん、遊園地もあるしサーキットもあるから、じゃあ行こうかって言って、で鈴鹿サーキット連れて行った。でもちろんね遊園地の方から連れて行ったってありきたりやから、ピット、まあ、パドック裏の方から行ってピットに車止めて、でピット側から、ね、遊園地の方が入ったんで、ね、ミキちゃんが、こっちはあれ関係者だけしか入れへんのっていうか、そうよって言ったら、すっごい嬉しいとか、こんな貴重な体験できへんもん言って、まあそうやなあいう話とって、まあ向こうね福島の方サーキット大きな、まあ今は、二本松の方、今までまあミキちゃん来る時からあってんけどもね、ちょっと小さいサーキットがあったりとかで、国際格式のサーキットって栃木ね、茂木ツインリンク茂木っていうサーキットがあったり、ね宮城県仙台の方行ったら、スゴーとか仙台ハイランド、もう今ないけどね、あるけど、ミキちゃんやっぱレースとかそんなの、ね、周りにいてないしてる人いてないし、うん、だからそのサーキットなんか行くことなかったんで、なんかすごいテンション上がって、それもサーキット側に入れたのが嬉しいって、まあいろいろこう紹介して、ここがピットだよとか、ピットここで作業すんねんとか言って、でちょうどその時にね、あっちゃんの知り合いのレースやっとった人がおって、うん、ねえ、なんかとか挨拶したりして、で今日は遊びに来てんとか言って話して、でまあ遊園地側へ連れて行って、で遊園地ねフリーパス買ってことごとく遊園地のね乗り物を楽しんだ。で鈴鹿サーキット大観覧車があんのよ。で大観覧車乗ってミキちゃんに乗るって言ったら、うんって言うから、そしてね乗したら急に無口になるのよミキちゃんが。でどうしたんって言ったら、いや何もないって言って、でもなんか外見ようともせえへんねんね、どうしたんって言って、何もない、だからこう対面で座りやんだいたい普通だから、うん、何もないのって、あんまりこうね急に態度変わったからおかしいから横行ったんよ。でミキちゃんの横へポンって座ったらキャー言い出して、
別に襲わへんこんなとこでって言ったら、違うねんって書いて、違うのって言い出して、どうしたんって、私ね観覧車怖いのって。いやさっきもうね、あっちゃん固まるぐらい怖いジェットコースターあったんや、あの頃鈴鹿サーキットね、あのこう座ってパンパンパンプンガーンって急にもう80キロかなぐらいまでスカーンって120キロかまで一気に加速するジェットコースターがあって、鈴鹿サーキットね、もう今なくなったけど、めっちゃ怖かった。それジェットコースター好きやから乗りたいって一緒に乗った。あっちゃんジェットコースター苦手やね、ハンドル持ってへん、助手席に乗ってスピード出されるのが怖いね。だからジェットコースターみたいな、自分ハンドルも大変、自分コントロールせえへんもんは信じてなかったから怖かった。でもミキちゃんの前 かっこ悪いし怖いなんて言えへんから、ギューって固まってたけど手握ってたから多分ね怖いのバレてたとは思うんだけど。それで観覧車の時ミキちゃんが逆に怖いです、いやこんなん全然大丈夫やん、高いところでも高いところが怖いねって、あっちゃんも確かに高いところ怖いねんけど観覧車は安全やん、ゆっくり登るから、だから大丈夫や戻ってん。だからミキちゃん怖いね、だから横に座っていやー言われたけど、まだ横に座ってキュッキュッてなでなでしとって、それでもやっぱりこうチラチラ入ってくる景色が怖かったらしいね。それがギューってこっちになっちゃうの、このこの辺に頭埋めてくるから、じゃあ外見えへんようにしようかって言ったら、うんって言ってガバッて抱きついてプチュッてチューして、チューしたまんま一周チューしたまんま何にも見えず、はい、でミキちゃんに今一番チラチラこう見ながらね、チューしながらチューですね、ミキちゃん今一番高いところで景色いいよ見るって言ったら、無理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 ってなって、だから観覧車ずっと一緒じゃん、うん、確かにねデートコース、ミキちゃん見とって、確かにさデートコースって観覧車はキスする山場のなんていうかな、もうねデートコースにはもうあの土定番のキスポイントやんって、でもな乗ってからな降りるまでなキスしとってとおらへんぞっていう話だって、怖がってんもんって言うけど、で係員さんほらドア開けてくれるやん、抱き合ってキスしたまんまの2人が降りてきて多分もうこいつらみたいな思ってたと思うんだけどもね、はい、まああのまあ、そんなのどうでもいいねんけどさ、うん、でまあそんなことあったりでね、であっちゃん逆にもうジェットコースターが怖かったからさ、でそれでミキちゃんが怖い怖いって言ったから、ミキちゃんに正直ミキやんな、あっちゃんなさっき乗ったジェットコースターめちゃ怖がってんけどって言ったら、あのね私乗って痛いぐらい握ってたもんねって言われ、やっぱりバレてたんやみたいな、そんなんとかね。あと鈴鹿サーキットゴーカートとか、ね、いろいろあってゴーカートも乗って、ゴーカートもねあのレースコースを2人乗りできるカートがあって、うん、でそれを乗ろういう話になって、で、ね、あっちゃんって、うん、あっちゃん言わへんよ、みきちゃんは夏しって言うんだけどね、うんうん、だから最初ねあっちゃんって呼んどって、でみんなやっぱあっちゃんって呼ぶから、私だけ違う呼び方したいって言うから、じゃあ何でもいいよって好きな名前で呼んだよ、ね、なんか、うん、もうポンスケでもポンタロでも何でもいいよって好きに呼んだらいいよって言って笑っとったけど、じゃあねってあっちゃんのことをあねあつしさんって呼ぶ人はお仕事でいてるでしょって、いてるねっ て、 言ってお仕事近く絡みでいてるねっていう話で、じゃあねあつしって呼び捨てする人いてるって言ったら、おらあんまおらへんなって言って、うん、じゃあ私だけ呼び捨てしてもいいっていいよって言って、うん、なんかねあつしって呼ぶね、でも人がいてる時にはさんって呼んでくれんねんね、うん、そういうやっぱりね TP をわきまえた女の子って、うん、もうめちゃかわいい、思い出すだけでもかわいい、もうギューってなるわ、うん、だからね、うん、な感じで、ね、サーキットのコースを走ってきに、ね、私が、いつもレースしてる時に走るっていうところを味わいたいから、うん、解説しながら走ってよっていうから、うん、いいよ言ってコースいっぱいまでね、だってアウトインアウトってコースって外から内側へ切れ込んでとかブレーキのポイントがとかそんな話をねしてっていうか、いいよ言うて、遅いねんカートね、もう目つぶっとってもうね、あのよそ見そっても全然普通に走れるぐらいの遅さやから、特にコース広いのにあんなとこねゆっくりブル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 って走るからもう退屈なぐらいだけど、ピューって、ね、でここねあの1コーナーはだいたい100メートルの看板と50メートルの看板あって、前回200シビックとかで、まだあの頃はシビックとか乗ってこないけど、シビックとかでだいたい220とか出るときは230、40出んねんけど、来て50メーターと100の間ぐらいでブレーキ踏んで、でここまでアウトってブレーキ踏んで、ブレーキ踏みながらこうイン側にキューって寄せていくねんって、イン側の縁石パクーンって踏むねんって言うねんけど、なかなかイン側の縁石来やへんねん、それぐらい遅いねん、うん、だから退屈やから言って顔見たら、こっち向いてじーって顔見てたから、キュンってなったからチュッとチューしたらキスしながらチュッ
チュ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 しながら、ここはこうだよって説明しながらね、一周チューしながら走ってて、それもアクセルベタ踏み、もうブレーキなんかいらへんぐらいの遅い車やから、踏んだままビューって走って、アウトギリギリまで行って、縁石にガタガタって乗るぐらいまでね、この辺までは乗るんだよ言うて、みんな走って、キューンなっとってんけども、うん、でその時ミキちゃんが、アツシさんって、アツシってあれやねって、いつもねって、女の子になりたかったとか言って、いつもその動きが女の子っぽいって、やっぱりね、ちょっとしたことでもちょっとぶりっ子みたいなとこあるで、いやんみたいなこと言うから、うん、すごいなんかなよってしてるけど、レースとかそういう車のお話してる時って男の人になるんだねって言ったら、まあね、うん、中学校の時に心と出してからずっと男として生きてきたからね、でバイク乗ったりレースやったりする時はやっぱ男かなって言ったら、うん、かもわかんない、うん、だからそこがやっぱりね、女の子、ね、女の性同一性障害って聞いたから、女の性同一性、あの頃ってやっぱ春菜ちゃんとか、まだ出かけの頃やったし、あんまりね認知はされてなかったけど、もっとこのね、テレビに出てくるオカマみたいな、ああいうイメージが強かったから、そんなんかまた違うんやねって、やっぱ男の目も、男の心も持ってるし、女の人の心も持ってるって、うん、だから私は淳さんの男の面にも女の面にも、両方に惚れ、なんていうかな、惹かれたのよ言ってくれて、だからもしねって男がもう嫌だって言って捨てるんやったら、私は受け入れるって、まあ、あなたのこと全て受け入れるって、もし私に話してくれてないいろんなことがあって後から出てきても全て受け入れるからねって、これからずっと一緒にいてねってカートの中で言ってくれて、カートの中とかカート乗りながらね、うん、まあ、ちゃんキューなって、もう この人はミキちゃんのことね、もう一生かけてでも守ってあげたいなって、うん、絶対に離さへんって思った、うん、だからね、うん、ほんまにね、心の魂のつながりっていうのをそこでも感じ、もうずっと感じててんけどもね、それがまあちゃんとのミキちゃんとのね、つながりやってずっと思ってんねんけど、そんなこんなでね、コース走って、で鈴鹿さっき、お昼ご飯鈴鹿で食べてんけどもね、まあ鈴鹿サーキットが出て、で鈴鹿サーキットのね、こっち帰ってくるときに駐車場で急に泣き出したミキちゃん、どうしたんって言ったら、私ね、淳さんと一緒になりたいし、だけどもやっぱりいろいろ話しても話しても話しきれへん、やっぱりね、長年福島でいた分のブランクっていうのはね、いくら話しても、うん、淳さんにね、全てを、過去の私を全てあなたに、ね、分かることもできへんし、であっちゃんの過去もね、全て分かることもできへん、そこがすごく寂しくってって急に泣き出して、え、どうしたんって、私本当にあなたと一緒に暮らしてもいいのって、あなたの奥さんになっていいのって、うん、あっちゃんは全て受け入れてるからいいよって、もしねって、みきちゃんが過去に何かあってね、あっちゃんに言えへんことがあっても、それがもしね、うん、途中いつかね分かっても、あっちゃんは全然責めることもしないよって、今あるミキちゃんが全て、うん、あっちゃんの目の前にいてるミキちゃんが全てやからねって、仮にねってミキちゃんが過去と男でね、性同一性障害でチンコ切ってんって言っても全然 OK、うん、てかもしね、もう昨日お風呂で見たけども、ね、うん、実は抜いたら男の人やったりでも OK やからって、ミキちゃんが、うん、まあ、そんなんはないんやけどもねって、うん、じゃあね、でもね、一つだけあなたに言ってないことがあんのって、どうしたんって言った、ね、一回ね、痴漢されてお尻触られたんって言うから、いや、だからなんなんって言った、あなた以外の人に体を触られたことが一つの汚点って言うから、いやいや、そんなもんあれやんかって、病院とか行ったら、聴診器とか先生に当てられるのも一緒やんかって言った、いやいや、そうじゃなく、違う男の人、好きでもない人に触られたっていうことが全然 OK、 仮にこれがねって、ミキちゃんがレイプされたとしてもねって、過去にね、他の誰かと付き合っててねって、誰かの子供をねいて、その子供を、まあ、隠れ罰位置としてね、誰かの子供をね宿してて、それをの子供がいて、それをなんていうかな、元の彼氏が連れて行っててっていうのが出てっても全然受ける大丈夫やから、いや、それはないから安心して、でも、それそういうのね、何とも思わへんって、うん、
それぐらいあの美樹ちゃんのこと愛してるからって言ったら、本当にって、うん、本当って、だから私が、私は美樹ちゃんが、ね、過去どうのこうの全く関係ないって、もし過去にね何があろうがかかろうが今の美樹ちゃんを愛してんねからって言ったら、なんかわだかまりが取れたみたいにボロ泣いとったの止まって、ボロボロ泣いとったの止まって、ギューって抱きしめて、ありがとうって、私のこと全て受け入れてくれてありがとうって、全てあなたに話しても話しきれてないって、隠し事は何もないつもりやけども、やっぱりねそのあっちゃんと会うまでの間の話全てしようと思ったら同じだけの時間かかるから、そんなことは無理なんやけども、それがすごくあの心に引っかかってて言ったら、もう全然問題ないよって、うん、だから過去はもしねいいこと悪いこと嫌なこと忘れたことを全てね福島に捨てておいでって、奈良に来たら新しく生まれ変わった美樹ちゃんで一緒になろうよって言ったら、うん、その代わりあっちゃんの何かが見つかっても、うん、あれで、ノーカウントやでって言ったら、もちろんって言っててんけどね、あっちゃんが過去にね付き合ってたとかね、好きやった女の子の話が出てきたらね、チク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 いじめられましたそれはもう後々ね、結婚してからの話やけどね、某ね、うん、エミちゃんっていう子がおって、うんうん、某何々ちゃん、うんね、何々ちゃんのお家の横通るねとかで、結構ねその近くにあんのよ、ちゃんの好きやってちょっとね、うん、なんまあ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 な子、てかその子のことあっちゃん好きやって、でその子もあっちゃんのこと好きやってんけども、ね、あっちゃんが告白せえへんから、前に話した人ね、お見合いで結婚して、でお見合いしてそれをあっちゃんに見せることで、あっちゃんから告白してるかくれるか思ったら告白してくれへんから、引くに引けずに結婚しちゃった子ね、うん、あの子のことも全部話してん、だから何々ちゃんのおうち、何々ちゃんのおうちやねって、ほんまやったらね、あっちゃんここに里帰りしてたんやねとか言って、チク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 言ってくんねん、うん、それもね笑い話でねやる子やからね分かってんねんけどもね、うん、そうじゃなかったら福島帰っちゃうもんね、うん、だから、うん、そんなんで、うん、まあミキちゃんそういうのがないのよ、付き合ったことないというか、ほんまに好きじゃない人と付き合ったりせえへんから、なんかそういうのがないからって言われて、はいみたいな、うん、分かったよって言って、もうミキのこと言うことないからなとか言ってでも二人ねそんな感じで冗談に言いながらでもラブラブなね二人やって、そんな感じでね二日目、鈴鹿二日目じゃないわ、来て、4日目か、鈴鹿サーキット行ってきて、で帰ってきて、まあ、そのね、なんていうかな、帰り駐車場のところでボロボロ泣いて、そんな感じやったんで、全然大丈夫やでって、結局やっぱりね、後で聞いてん、その帰り道ずっと、まあ、手つないで、うん、帰ってきて、で途中ねサービスエリアみたいなところで晩ご飯食べてんね、でそこのところで晩ご飯食べるときに、ミキちゃんにさっき泣いてあれでもうわだかまり取れたって言ったら、うんって、うんねって、でもわだかまりとかそんなんじゃないねんって、何って言ったら、すっごい幸せなんで、で生まれてこんな幸せ感じたん初めてやねん、だからこんな幸せ本当に続くんかな、いつか終わるのかなって思ったら寂しくなったり、こんな幸せに私なっていいのってなったら怖くなってんって言うから、うん、もうこの幸せは永遠に続くんやからねって、ミキのこと絶対離さへんって、うん、でこの幸せは今始まったばっかりやから、これからもっと幸せになっていくんだよって言って、ミキちゃんに言ったらまたボロボロ泣き出してお店の中で、みんなお客さんこっち見るよね、うん、でさ、その頃あっちゃんね、まあ、メンズの服着て、まあ、レディースのパンツだけだから行って、一応ね髪の毛は長かったけども、男の子として生きようとはして、仕事上ねそうじゃないから、ね、鈴鹿崎となんか仕事のつながりがあるから男の格好やからね、そんなで行ってたからさ、うわあのカップル泣かしよったみたいなそんな目でバン見られて、頭なでなでして、ごめんごめん、またね椅子横へ座ってさ抱きしめてくれるんで、もう人の目には関係ないからギューって抱きしめて、幸せにしてあげるからねって言うたら言うだけ泣きよねだからもう安心して泣きやんでって言ったら、分かった、分かったけども幸せすぎて泣いちゃう言って、中でもチヤチヤチヤしてずっとレストランで1時間ぐらい食べながらさ、半分ぐらい食べて、まあ、もう冷めてもうね冷めてもうね、なんだねって、で、まあ、ちょっと落ち着いてね食べようかって、冷めたけど店の人がさ温め直しましょうかって思って、また温め直してくれてさ、
でなんかデザートつけてくれて、お店の人が、うん、なんかプリンカップにね、プリンと生クリーム塗ったみたいなの持ってきてくれて、でお店からですって言って持ってきてくれて、もうなんかサービスエリアのサービスすげえ思ったよまあありがたいわ思ってね、うん、でみちゃんね、うん、よし食べて、で、うん、お礼言って帰ってきて、うん、みんなね、みちゃんに、ね、さっきのほらサービスエリアのあの人も祝福してくれてね、だからこんなんくれたんやでっていう話してて、せんねってみんなに祝福された二人やねんから幸せになろうねーもうほんまに幸せやった、思い出すだけでもね、ほんまにそれがねあっちゃんの幸せの始まり、そこからねもうずっと幸せやって、とあるね、とある日を迎えるまではね、ね、今も生きてたらめっちゃ幸せに暮らせててんやろなって思うんだけど、だからねみきちゃんの話はこみ上げてくんのよ、ほんまに幸せでした。もうねみきちゃんとの話でね、あのみきのボケなんていう話一切ない、のろけ話しかないね。でのろけ話してたら思い出してその場に戻って涙がこみ上げてくんね。ってことで今日ねもうこれ以上話すのちょっと難しいんで、はい、この辺で終わりにしたいと思います。で次回はね、みきちゃんがこっちに来て、最終日、最終日っていうのかな、うん、金曜日に来て、で土曜日一日家でゴロゴロしてベタベタしてて、金曜日、土曜日、金曜日で土曜日して、で日曜日、地元うろちょろして、で月曜日、鈴鹿サーキット行ってきて、で火曜日みきちゃんが帰る日ね、もうあっちゅう間に5日が過ぎてね、その火曜日、みきちゃんを送っていくお話を次回にしたいと思います、はい、で最終日、5日目のお話は次回に続きます。ではまたね、ありがとうね、今日も聞いてくれて。